こんにちは。ようこただです。今日は JLPT のレベル N2、N の2。これのリスニングコンプリヘンション、超解力。この問題をやりましょう。さあ、今回から新しい問題形式に入ります。問題の5。 問題語では、長めの話を聞きます。長め、quite long。長めの話を聞きます。この問題には、練習はありません。イグザンプルがないんですね。そして、メモを取っても構いません。どんどんと、うん、メモを取,取ってください。そして、 えー、問題の後には、えー、大きな問題が 3,、えー、3問あるんですがその1番と2番は同じような問題です1番と2番は問題用紙に何も印刷されていません問題用紙を見ても何もヒントがありませんそしてさっき読みましたがこの問題には練習がありませんから え、イグザンプルがありませんから、もうすぐに問題に入りますよ。ね。えー、まず話を聞いてください。少し長いです。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。少し長い話を聞くと、 質問が聞こえてきます。その質問の後に、えー、その質問に対する答えが選択肢として4つ。四つの選択肢ですね。これが聞こえてきます。そして、えー、正しい答えをう選ぶと。こういう問題ですね。じゃあ、えー、練習なしですよ。 1>, 1番からやってみましょうメモを取るのを忘れないでください1番電子辞書売り場で留学生と販売員が話しています留学生あのー、電子辞書を探してるんですけど なるべく安いもので、日本語の勉強に使いたいと思って。販売員。そうですか。えっと、それでは、こちらの一番の辞書が最も安い商品になっていますが、機能はあまり多くありません。こちらの二番は、漢字辞典に、 漢字認識機能がついてて人気があります。留学生、漢字認識機能販売員、はい。大体の形しか覚えていない漢字でも簡単に調べることができるんです。3番も同じ機能がついていて、あと、カタカナ語辞典も 充実しているタイプですね。あとは少し高くなりますけど、この4番はさらに単語の発音がき、えー、聞けるようになっていて人気ありますよ。留学生、うん漢字き漢字認識機能は良さそうですよね。 発音は聞けなくてもいいんですけど、カタカナ語辞典はあったら便利ですね。じゃ、これにします。留学生はどのじ電子辞書を買うことにしましたか ?1 番1番の電子辞書2番2番の電子辞書 3番3番の電子辞書4番4番の電子辞書さあどうでしょうもうしっかり答えが出ている人もあるでしょうけども、えー、確認のためにもう一度読みます。少しスピード上げますよ。 電子辞書売り場で留学生と販売員が話しています。留学生。あの、電子辞書を探しているんですけど、なるべく安いもので、日本語の勉強に使いたいと思って、販売員。そうですか。えっと、それでは、こちらの一番の辞書が最も安い商品になっていますが、機能はあまり多くありません。 こちらの2番は漢字辞典に漢字認識機能がついてて人気があります。留学生、漢字認識機能販売員、はい。大体の形しか覚えていない漢字でも簡単に調べることができるんです。3番も同じ機能がついていて、あと、カタカナ語辞典も充実しているタイプですね。 あとは少し高くなりますけど、この4番はさらに単語の発音が聞けるようになっていて人気ありますよ。留学生。うーん。漢字認識機能は良さそうですよね。発音は聞けなくてもいいんですけど、カタカナ語辞典はあったら便利ですね。 じゃ、これにします。留学生は？どの電子辞書を買うことにしましたか？1番。1番の電子辞書2番。2番の電子辞書3番。3番の電子辞書4番4番の。 電子辞書さあもうあなた方はそこにスクリプト見てますよねさあどうでしょうえー、見てみましょうね電子辞書売り場で留学生と販売員が話していますまあ,あアメリカではね その辞書、えー、辞書じゃない、ごめんなさい。えー、セルフォン。ね。えー、iPhone でも Android でもそうですけれども。辞書機能っていうのを、えー、その、アップのストアからね、えー、ダウンロードして使うっていう場合が多いんですけれどもね。日本ではね、電子辞書っていうのがあるんですよ。ね。で、これは、えー、海外に行くときに、えー、よく使う。 ね、日本人がよく使うものなんですけれども電子辞書、えー、すなわちセルフォンみたいな感じで、えー、それが全部辞書なんですね,ね。だから電話はできませんよ。でその電子辞書、えー、全部それが、えー、辞書があのセルフォンタイプのね、えー、小型の機械に入っているそれを電子辞書と言います。重たい辞書を持ち歩くよりはこう あの軽くて便利なんですねだからあ人気があるんですがそれをね、えー、買いに留学生インターナショナルスチューデントが行きましたそしてその売り場デパートメントで、えー、留学生と販売員、ね、エンプロイーですね、えー、セールスクラークこれが話しているこういう場面ですさあ留学生が何と言っていますか あの、電子辞書を探してるんですけど、なるべく安いもので、日本語の勉強に使いたいと思って。だから、この留学生は、まあ、何人かはわかりませんけれども、インターナショナルスチューデントで、日本でえ、日本語を勉強してるんですねでえ。で、電子辞書を買おうと思ったと。で、えー、その電子辞書を買うには、えー、どういう条件が、 必要かと、ね、どういうコンディションが必要なのかというとこの留学生にとっては、えー、安いものがいいって言ってるんですね初めにねあんま高いものはいらないんですよってなるべく安いもので、ね、アフォーダブルな値段のものを探していると、えー、日本語の勉強に使いたいと思ってもちろんその日本語を勉強しに来てるわけですから その勉強に使いたいと思って買いに来てるんです。電子辞書を買いに来てるんです。こう言ったんですね。それで販売員が、えー、さあ、これからセールスにかかるわけですね。で、4つの機種。4つの機種。1番、2番、3番、4番という機種。こういうのを機種と言いますが、えー、機種を進めます。あまり高くないものでね。1番から4番まで。 でその特徴1番の特徴2番の特徴3番の特徴4番の特徴、えー、これを言って、えー、どれがいいですかさあその4つの中からどれになさいますかとこういうふうな会話になっていくわけですはいじゃあ1番から見ていきましょうねそうですかえー、っとそれではこちらの1番の辞書が最も安い商品になっています だから、値段だけでいけば、一番の電子辞書ということですね。だから、これだけ、もうとにかく値段が安ければ安いほどいいと、この留学生が思ってるんだったら、もうこれですね。もうあと聞く必要ないですね。これ一番安いですよって言って、販売員が言ってるわけですから。えー、だけども、このセールスの人は、セールスマンは、 えー、まあ、一応、これ、一番の辞書が最も安い辞書になっているんですがね、木のファンクション、ね、ファンクションズはあまり多くありません。Not many functions.It doesn't have many functions. こう言ってるんですね。安いですから。ね。えー、それに変えて、えー、それに比べて、こちらの二番の辞書は、 漢字辞典に漢字認識機能がついてて人気があります。すなわち1番はもう安ければ安いほどいいというんだったらもうこれに決定だけれども機能は多くなかったんですね。だけども2番はそれほど1番ほど安くはないけれども漢字辞典の中に漢字認識機能というのがついている。 だからこれこの2番っていうのはね人気があるんですよ。2番の機種は人気があるんですよ。こう進めてるわけですね。でそこで、えー、留学生は漢字認識機能っていうのを知らなかったんでえ漢字認識機能って何ですかってこう聞いてるんですね。漢字認識機能聞いたことないに。ね。そこで販売員がもう一回、えー、説明してます。はい。 大体の形しか覚えていない漢字でも簡単に調べることができるんです。まあ、あなた方もわかっていると思いますが、大体の形しかわからなかったら漢字辞典っていうのは使えないわけですけれども、この漢字認識機能というのがあるとそれが使えるということですね。で、えー、それに加えて3番もそうだと。 3番もそうだし、そして3番にはカタカナ語辞典も充実している。ね、これがある。そして4番はもう少し、えー、高くなりますけれども、さらに発音,の発音が聞けるようになっていますよと。そこで留学生は、漢字認識機能は良さそうですね。だからこれがないとダメ。 発音は聞けなくてもいい。だからここで4番はドロップ。カタカナ語辞典はあったらいい。3番はこれを備えてますから、3番が正解と。こうなるわけですね。はい。じゃあ同じやり方で来週は2番をやります。じゃあ来週まで。さようなら。